りね、静学のうまさ、それからやっぱり能力の高さ、じゃあそれをやっぱりこう打ち破るためにもうちょっと緻密にやっぱりやっていかないとなかなかやっぱ勝ちきれないだろうね。コロナでね、どこもサッカークラブが大変だって言ってる時に、ヒロさんのとか大丈夫？そんなことない、そんなことないよ、もう本当に、なんていうの、こう、やばい、ちょっとこれからやばくなるんじゃないかな、いう気がする、うん、それをなんていうの、悲観的に捉えてもしょうがないじゃん、うん、じゃあ何ができるのか、うん、僕がこうね、来てない間に、ヒロさん、モデルデビューしたっていう話を。やっぱチャレンジだな、うん、でそれでね、やってダメだったらあ、ダメだなやってもいないのに無理じゃんとか、あそのまあね、シニアで別にモデル活動してるわけじゃないんだけど、いやその中で自分が今どこまで出せるのかっていうところをやってみて、うん、それで判断すればいいじゃん、うん、だからやっぱ子供たちもそれから親もそうだけど、最初からやっぱ諦めるとか、うん、何かやっぱりチャレンジしてる。その、まあ、取りに行く、なんかこう変わったことは？それはね、去年の静岡の選手権の決勝、あの静学と16で、あの負けた試合で、これはこのままじゃダメだなと、でやっぱ勉強しないとちょっとダメだなって、自分の中で危機感を感じた。で海外も行きたいなと思ったんだけど、やっぱりそこを離れることもできないし、じゃあ一回その B 級を、取りに行こうと。でそういう中で、FA コースっていう、要は神奈川県主催のやつがあるから、やっぱりこう神奈川の中で俺あんまりいないじゃん、だからどういう人がいるんだろうとか、神奈川のことももうちょっとやっぱ知っとかなきゃいけねえなみたいな。で、JFA 管轄ではなく、神奈川県管轄で取り行こうっていう。ただコロナの影響でちょっと今ずれ込んで、まあ、9月からスタートするっていうことで。まあ、なんかその上の人たちも、やっぱり時代がまた来に戻ってきていて、そういう話は、よくするね。やっぱりこう、時代も変わってきてるし。高校サッカー見ててもそうだろうし、そのビルドアップの部分であったりとか、うん、それからやっぱり、ね、静岡が今回優勝した、うん、その個人技っていう部分もそうだろうし、うん、ただやっぱり僕らの中でその個人技っていうのはまず原点じゃないかな、でやっぱりそういうものがあるから余裕ができて人をうまく使えたりとか、やっぱり駆け引きができるんじゃないかなっていう部分なのかな、いやその部分は自分の中で分かってるけど、じゃあ今度それをグループにしたりチームにしていくときにもうちょっとやっぱり勉強しないと、静岡じゃ勝てねえなみたいな、やっぱりね、静学のうまさ、それからやっぱり能力の高さ、じゃあそれをやっぱりこう打ち破るためにもうちょっとやっぱり緻密さに、緻密にやっぱりやっていかないとなかなかやっぱ勝ちきれないだろうな、ましてやその静岡って他にいるからね、そこだけじゃない、そこだけじゃないから、そうですね、ほんとちょっとこう手抜いたら、手抜いたらおかしいんだけど、もうほんと足元すくわれちゃうから、もうなんかこう常にこう改善というか、もちろんその富士一律がやってきた、要はね、自分も学園の静学の DNA を持ってるから、やっぱりそれはやっぱりすごく大事にしない、でそれにプラスアルファしていくっていうことの部分で勉強していかないとやっぱダメだなっていうところは、それでようやくアトリー行こうみたいな、こんな年で取り行ったらもう落ちるのかなみたいな、だから実技は多分大丈夫だじゃあなんかこう指定されたものじゃないメニューをこうやったっていうことですごいなんか、ああやった、あれね、トライアルね、うん、やっちゃった、本当は何やんなきゃいけなかった、本当はゴール、キーパー、そのゲーム形式でオーガナイズして、そう、あのパスアンドコントロールとか、ポゼッションとか、シュートとか、それやんなきゃいけないのに、なんでか知らないけど、フォーゴールやっちゃったみたいな。2つ置いて、フォーゴールマッチ。まあだからそこで、面接の時に、はい、俺も受かりに来たわけじゃないと、
自分が本当に何を持ってて何が足りないのか。だからこの人はこれがあるけどこれが足りない。じゃあこれを付け加えたらこの人こういういい指導者になるよねとか。なんかそういうところを見てほしかった。受かるためになんか準備して、なんかそれをやっちゃったら、もちろんね、そういうことも、やらなきゃいけないんだけど、今の実際自分はどういうものを本当に持ってるのか。それをやっぱり見てもらって、判断してもらって、勉強して、で、B 級合格したときに、なんかこう、要はそういう B 級のことも知ってるけど、もっと違う何かアレンジができて、例えば神奈川に貢献すると。日本のサッカーに貢献していくとか、やっぱそういう風になったらいいなっていう風に自分の中では思っている。なんか資格をとかライセンスを取るためとかではない。ああ違う、だからそれをね武器にするつもりも全然ないし、だからこの人本当持ってるのかなって実際にね聞いてみたら持ってたみたいな。逆にこの人持ってたの方が。俺はかっこいいんじゃねえかなみたいな。だからこの子本当ドリブルできるのって思わしといて実はバカうめえじゃんみたいな。それねストリートで楽しいやつ。そう、そうこいつら本当うめえのかよみたいな。サッカーしてんのとはできるじゃんみたいな。いやヒロさんとしてるチームね最初アップなんだろうってね思いますよね。思うこのチームは、ね、だけども最近じゃあもう分析して、うんもうしっかりはめてくる。そうですね。いや俺らはそんな強くないから研究されてるんですか。そうそう今年も選手権は開催する。一応今のところねやる予定ではあるけど、ただシニアが中心になった。あ関東大会。あそう、もう多分ね全国にないと思う。シニアそうすると高校もないかなって気がしちゃうんだよね。まあ分かんないよ。ただ自分のその感想としては、なんか見た感じでは。高校3年生とか、まあ、結構難しい。だから中3もそうだし、小学校6年生、この節目の子たちは、まあ、本当にこう大変な時に当たったな。だけど、うん、彼らがそういうものをやっぱ乗り越えてって、要は何かあった時に、やっぱそういう経験した人たちが、また次の日本の、うん、サッカーのためにとか、日本をやっぱりこう、良くしていくために生かしてくれるといいんじゃないかな。だからこれをね、マイナスに取っちゃいけないと思う。俺もやっぱ初めての経験だから、やっぱすごくこう、調整することも多かったりとか、変更しなきゃいけないこと多かったり。すごく子供たちのその対策の部分も感染ねしないようにっていうところも気を使わないといけないし、全然やっぱり今までとは違う日常をね送ってる中でいい経験させてもらってるなぁと、逆に、うん、それをやっぱりこう生かしていかないと、うん、申し訳ないなっていう思いが。なんかやっぱヒロさんはずっと無理やりそうポジティブにっていう、まあもちろんそういう部分もあると思うんですけど、自然とそういう感じありますよね。うん、全然意識してないのよ。だってそのコロナでね、どこもサッカークラブが大変だって言ってる時、ヒロさんのとこは大丈夫だってね、みんな言ってたっていう。ヒロさんだけ悲観してないっていう。そんなことない。そんなことない。そんなことないよ。もう本当に、なんていうの、こう、やばい。やばいよっていう状況だと思う。あ、状況は、うん、もっとこれからやばくなるんじゃないかなっていう気がする、うん、これがなんていうの伸びれば伸びる、大変だと思うけど、だけどそれをなんていうの悲観的に捉えてもしょうがないじゃん、うん、じゃあ何ができるのかなとか、うん、みんな考えてると思うよ、うんうん、やっぱりそういうことを考えながらみんな動いてると思うし、かといってんじゃ俺がすげえ考えてるから全然考えてないからまあでもいつも楽しいこともこう楽しいこと楽しい、今日も久々に来たみたいなそうですようやくみたいな。そうですね、また次回って言ってから結構経ちました。経っちゃったのよ、あいつ何社交辞令かみたいなもうなんか毎回プレッシャー感じながらやっと来れてよかったなって感じで、あれですよね、まあ、僕がこうね来てない間にヒロさんモデルデビューしたっていう話も聞
聞いたんですよ。それはね、本当にありがたい。本当ですか、それは。それ本当にちょっとお恥ずかしい。あれ？あれ？なんかここにね、あれ？オーシャン、ちょっと僕隠れちゃってますけど。これ、これ先月。先月号。先月号。夏の先月発売の8月号、はい、まだやっぱ出てますね、書店には出てるかな、ここになんか出てる20ページ20 ページまで覚えてるしっかりすごいっすね、20ページこのオーシャン8月9月号20ページにありがとうございます。なんか恥ずかしい、暑かった。サッカージャンキーの。サッカージャンキー。はい。はい、モデルで、シニア代表。シニア代表。はい。若者には勝てないから。まあ前回、あれですね、あの動画で、後ろにテーブル下がってるのはあれな、サッカージャンキー何なのみたいな感じで。あった？はい、一人だけ言われたんですけど。ようやく、俺は振らないからね。振らないから。そこがいいよね。そう。実は。そうやって気づいてほしいね。そうそう。実は、あの、ヒロさん、モデルだったっていう。ぜひ、オーシャン。あと平塚ララポートに、ジャンキー専門店があるんで、はい、そちらでもヒロさん大きく出てるっていうことで、そうなんか恥ずかしいみたいないやでも恥ずかしい割に結構決まってますねこれね今日これなのそうちょっと遅れてすっげえ恥ずか全然、そのサッカーのことだから全然こうなんていうの、いろいろと。すっげえ今なんか恥ずかしくて、どう顔が赤くなって。そうはなんか、はい。なんかだいぶ無茶ぶりしてきたな、みたいな。そうですね。そういえばと思って。はい。なんで。びっくりした。すごいですね。やっぱオーシャン出る。いや、もう本当逆にね、そうやって、ジャンキーの方からね、話いただいて、なんでもやっぱチャレンジだな。でそれでね、やってダメだったら、あ、もうダメだな。やってもいないのに無理じゃんとか。あその、まあ、ね、シニアで別にモデル活動してるわけじゃないんだけど、いや、その中で自分が今どこまで出せるのかっていうところでやってみて、それで判断すればいいんじゃない。だからやっぱ子供たちも、それから親もそうだけど、最初からやっぱ諦めるのに、何かやったらチャレンジしてみて。ひょっとしたら俺、こういうところで恥かくかもしれない。だけどまあ、わかんない。そう、わかんないじゃん。だけど、その恥かいたとき、それは多分自分もすごく恥ずかしいところも出てくると思う。だけど、それをまた肥やしにしていかないと、何もやっぱり生まれてこない。やっぱこういう年になってくると、やっぱ恥ずかしさっていろいろ出てくると思う。あの、ないっていうか隠そうとしたりとかすると思う。でさっきの話だと、その BK のところも、全然俺よりもサッカーしてるやつっていっぱいいると思うの。逆に俺の方が恥かくかもしれないし。だけど、そういうものを、やっぱりこう、年齢関係なくね、やっぱやっていかないと成長なくなる。だからこそ、ちっちゃい子たちに、俺いつも言うのに、このまま久々に1、2年生とかね、小学校1、2年生見たけど、もたれって。どんだけ。やっぱどんどんチャレンジしたやつの方が上手くなってるし、最初のうちはちょっとね、まあ、失敗もする、そうする、やっぱそういうところでできないかなとか、ちょっとこう引いちゃう部分出てくる、うん、だけど、それをランナーズハイと一緒に、うん、きついなっていうところがパーンと抜け出すときに、全然楽しいじゃん、うん、だそういうものと一緒だと思うんだよ、うん、最初はやっぱりこれの話をもらったときに、できんのかなとか、すげえいろいろ考えたんだけど、やっぱそういうのはテロさんでもある。考えた。やっぱガチのモデルいたんだから。それもういきなり、いきなりその何、こう、見てるわけじゃん、はい、そのガチのモデルを撮ってるところ。ゼロから100いけるんだよ。ゼロから100。要は、真面目からバーンって笑う。ああ、オフから、撮影に入った時に。そう。あの、いや、そういう真面目な、いいね、真面目な顔をこう、ああ、そういうことですね。そう、済ましてるわけよ。いきなり、はい、100!ピッ!笑うわけじゃん。俺、できねえもん。そうや。やっぱ、プロだなーって。やっぱ、すげえなーって。
で、最初すっげえ恥ずかしいんだ。右手と右足は一緒ぐらいだった。緊張しちゃって。だけどやっぱこう、親なりとかがうまく、いや、ヒデさんいいよみたいな。あ、いいっすね、いいっすね。サボス、サボス。いい声出してくれる。そうなの。すっげえいい声くれるわけよ。これ乗るじゃんみたいな。そこはやっぱ乗り。だからあれ、それはもう子供にしようとか。大人にしようとか。そうやってこう、いい声かけられたら、多分テンションが。そうですね。そういうサポートっていうか、まあ声かけられたら。そう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 。いや親も、もちろんね、その、家のことやならんか、叱ることも大事だけど、うん、あ、よかったねって、たまにやっぱり声かけたりとか、もしくは本当にきつい時に、ね、そういういい言葉をかけたりとか、パンと突き抜けるかもしれないし。思春期とかだと、まあ素直じゃないにしてもやっぱそういう言葉ってね、嬉しいですよね。やっぱり。本当、チャレンジし続けるっていうのは、まあやっぱ大変だし、でそれまあ、おっしゃってましたけど、恥ずかしいとかっていうこともやっぱあるけど、あそこで。俺でもある。なんか頑張れそうです。10年やったら何か一つ見つかるって井田監督に言われたけど、今22年。まだ手探り状態。やっぱそこで、なんだろう、これでいいやってなっちゃったら。うん、うん、なんか俺自身も止まっちゃうんだよ。エスフォルチ、クルビ、藤沢はここでやりたいっていう大きで、うん、その気持ちがあれば全然そうですよね。面倒見るよ、うん、心の部分って中学校年代だから絶対に何かやっぱり起きる。やっぱ壁にぶつかった時にじゃあ本当にこう支えになるものは何か。俺サッカー好きだ、そこじゃねえだろ。だから背が小さかろうが足が遅かろうがうちらのクラブっていうのは僕はエスポルチュースやりたいですっていう子が来てくれればもうそれで十分で、その子たちを時間かけて手塩にかけて3年生のあたりに一回は勝負できたらいいよねみたいな、また高校行ってそういうふうにまた鍛えた時に必ず抜けるところが来るの。それもずっと見てきてますね。そう、見てきてるから、うん、うちらのクラブっていうのはその中学校年代でその3年間で完成させようなんて思ってない。小さな完成より大きな未完成。その小さな完成でどうするの？3年間で完成するんだよみたいな。それで完成しちゃったもんってね。でしょ、うん、怖いじゃん。そうですね。だから俺らは未完成のまんま高校に行く。